皆さん、そちらのごめんごめん、もう一回やりましょう。うん、今決め顔してたのに。マジもう一回やってよ、ちょっと。皆さんこんにちは、大輝です。ノアです。かよです。今日はね、初めてのコラボ動画になります。そうでございます。自分も口が回んない。ちゃんとしなさい。初めてのゲストは佐藤かよさんです。イエーイ、拍手。イエーイ、こんにちは。ナイストミーチュガーイ。これやっぱさ、2人のファンはさ、もうグローバルだから。あーね、グローバルな挨拶で、グローバルな方に、はい、簡単な自己紹介をお願いします。あんたのいつもの自己紹介やる、ね、簡単なあの自己紹介ですか。とオフィスブリエのティータンと、いやあの本当はエイジアプロモーションなんですけど、ピッチャーの集まる時はオフィスブリエの隠れた存在ティータンとの佐藤かよです。ね、みんなテレビで見たこともきっとあると思う。あるかな。まあでも今の若い世代とかだったらね、もしかしたら知らない方も多いし、2人のファンとかはさ、やっぱ海外のファンの人とかも多いと思うから、やっぱ本当に知らない方とかたくさんいると思うから、すごいあの光栄です。いや今回のあの動画ではちょっと幼少期の話を、そうなんです、若い時のね、うん、していまして、でかよはかよのチャンネルがあるので、そちらでかよの話もしてるし、うん、第1弾も自分たちとね、うん、一緒に喋ったりしてたから、チェックしてくださいね、うん、はい、はい、今回はちょっと自分たちの幼少期の話、うん、話してみたいなと思ってます。ちょっとだって2人のさ、やっぱあのカミングアウトとかの話とか、私の動画とか見たことあるんだけど、うん、やっぱ子供の時とか、うん、どんな話だったのかすごい気になると思って、ね、あんまり喋ったことないね。そうだよね。なんかライブとかで聞かれたらちょこちょこ言うぐらいで、こうやって動画でやったことはないかも、うんうん、ちょっと写真とか見ながらさ、うん、お話を聞きたい。かよの若い時の写真も見たけど、すごい可愛かった。うん、そのまま髪伸ばしたらかよって感じだったよ、まあね、子役って言ったしね。そう、芸能事務所の子役の存在でした。でもできそうだよね。できそうな顔だったよ、本当に。子役になりなさい。ちびかよ。昔のかよに言ってた。じゃあ私からにします。ノアノアの、ノアノアちゃんの、これ出したことない写真なんだけど、うんうん、あー、え、かわいい。中学生の卒業アルバム、かわいいわ。やっぱなんかあのアイドル練習生とかにいそう。すごい優しく言ってくれてる。え、だってなんか変なこと言うと下で蹴られるんだもん。でもさ、なんかさ、さっきも言ってたけどさ、その自分に対してのすごいコンプレックスがあったって言ってたじゃん。そう。でもその感じは私たちからすると写真、当時の写真見てもなんでだろうって思うんだけど。そうだね。なんか自分にとにかく自信がなかったかも。なんか全体的に、顔も自分ってなんでこんな顔なんだろうとか、性格だってそうだったし、なんか友達があんまりいないとかもさ、絶対自分に問題があるって思うタイプだったから、自分ってなんでこうなんだろうみたいな、はいはいはい、そういう悩みがすごい多かったかも。じゃあさ、今はやっぱね、こう結構明るいっていうかさ、そういうタイプだけど、昔は性格はどうだったの？昔はすごい内気っていう、うん、あんまりこう、そう、自分からと、そう、人と喋れなくて、うん、しかも人前でこういう立つ仕事なんて想像もできないぐらい内気で、そうなんだ。国語の時に、うん、テキストがあったらそれを立って読んだりするじゃない、うん、それができなかったの、うん、緊張しちゃってね。そう、緊張しちゃってすごい声がもう、ヤギみたいに震えちゃって、でそれで先生に行って、先生本当私そういうのできないからやらせないでくださいってお願いしたぐらいできなかった人間なのよ。なんでこんな強くなったの？なんかいろんなね。言い方ひどくない？やめて私いる会で喧嘩しない。でも逆にまあそのターニングポイントっていうか、やっぱさ、こう変わる瞬間って誰でもあるじゃん、うん、まあ、それがいつだったのかっていうのは確かに気になるかも、うん、そのターニングポイントってやつは多分学生時代が終わった後かも、うん、へえ。なんかやっぱり多分今の病んでる方とかもみんなそうだと思うけど、やっぱ学生ってさ、全てが、世界の全てが学校にあるわけじゃん、うん、なんか友達とかなんか全部ね、うん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 、だからその時は本当の自分とちゃんと向き合えてなかったかもしれない。
あ、そういうことか。狭い世界が全部だと思ってた。すごい変わったのは自分がね、高校時代にペンコセっていう一人が来たのよ、一人、でその子がゲイだったわけよ。あの子がある日私に来て、私はゲイよ、でも私が見る限りあなたもゲイだと思う、合ってるみたいに聞かれた。でそれで初めてカミングアウトしたかも、その子にね。そう、聞かれた時にね。そう、聞かれた時にカミングアウトして、そこからイテウォンってあるじゃん、韓国の2丁目みたいなとこ、あそこに出るようになったし、でそういう人たちと出会いながら、なんかもっとどん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 自分が強くなったって感じ。仲間たちというかね。そう、だからそれが高1とかなんだけど、デビュー早いね。そう、デビュー早いよ、ちょっと早かったよね。でもそこから、まあ、友達がいない自分が悪いんじゃなかった。そこからもうあなたたちは私のこの性格についていけない人たち、私がみんなをいじめてる、私はいじめられてるんじゃない、ああ逆だったなっていうね。それ1対300人みたいな感じ。でもそれはあると思う。そうそう、でも体ってそうじゃない。まあやっぱりなんだろうな、こう一般的な考えからしたら、まあゲイもそうだしトランスジェンダーもそうだし、やっぱ LGBTQ プラスに入る人って、やっぱ新人類的な要素はあると思うの。だからやっぱ私はでも何、ちょっとなんかこう新人類、私たち新人類です。あの常識から判断できない人たちっていう、いい意味でね捉えてほしいんだけど、そう考えるとやっぱさ、あの、まあ、人間のさ、やっぱこの醜いところでさ、こうそういう新しいものとかまだ出てきて弱いものをこう潰そうとするじゃん、とか弱いものと思って下に見たりするじゃん、で攻撃したり、それがいじめになって子供たちとかもそういうので仲間外れしたりとかするじゃん。でも違うんだよね、新しい人たちが時代を変えていくわけじゃない。本当にそういう小学生とか中学生とか高校生でさ、やっぱその味方がいないとか、みんながこう自分が悪いんだと思ってうちに入っちゃう時期って誰でもあると思うんだけど、あるある。でもそこを裏返しにするきっかけをくれた人との出会いがあったっていうのはすごいいい話だなと思った、ね。でも今になっては自分もちょっと強くなったんじゃないですか、ちょっとだけね。で今は普通にのんきの友達とか何人か、ね、モデルの事務所のヨンギュとかサジノとかもあったんだけど、今は逆に自分が言う、私はゲイよ、ゲイなんだけど、あなたたちがゲイが嫌いなんだったら同じ事務所の同僚でいいし、もし理解ができるんだったら私たちは友達になれるかもしれないね、みたいなスタンスでいる。そうだから今は逆にそれぐらい言える人になった、自分がいてすごく幸せです。だって私もノアのおかげですごい変わったもん。本当に私が結構恋愛とかで辛かった時、日本だとやっぱタレント活動とかしてるからみんなね、佐藤佳代イコールトランスジェンダーって知ってるけど、私韓国がすごい好きでさ、韓国によく旅行行ってる時とか出会うわけじゃん、男の人で。出会う時に、私付き合う時とかそういう恋愛に発展その時に自分のこと言うの、私トランスジェンダーだけどって。でその時にやっぱりみんながみんないい反応ではなかったわけ。やっぱりそれでさ、連絡途絶えたりとか、なんか傷つくようなこと言われたりとかもしたんだけど、そういうこと言った時にやっぱ今話したようなノアの、やっぱ別に自分はゲイだけど無理だったら無理でいいよ、でもそれでもなんか理解があるんだったら、まあコミュニケーションしていきましょうっていうスタンスを聞いて、あ、私もそういう風にちゃんと自分に自信を持たなきゃなと思ったもん。やっぱり自分がなんか別に好かれなくてもいいんじゃんみたいな、そんなんで相手を選ぶのやめなさいみたいな風に言われて、やっぱすごい強くなったから、やっぱそういうのは若い時から考えてた、そういう考えってすごいなと思う、気に入ってる人とか気になる人の求める人になろうとしちゃう。でも自分がトランスジェンダーである時点でその人が求めてる人にはなれない気がする。だから自分が良くないんだ。やっぱ若い時ってあるじゃん、あるよ、なんか合わせちゃったり、まあ友達とかでもさ嫌われないようにしようとか。今もさ、やっぱそういう何ジェンダー、まあ韓国の YouTube とかも私もすごいよく見るし、やっぱすごい出てきてるじゃん表にね。でもなんかまたそこでなんかそのなんだろうな、こうストレートの人たちの感覚と
その、まあ、私たち最後の感覚がなんかずれそうな心配もある。ちょっとそういうイメージになっちゃうみたいなね。そう、うん、やっぱり私の時によくあったのはやっぱジェンダーだからじゃあ男の声出せるでしょとか、でジェンダーだったらなんかもう女は好きじゃん、女は恋愛対象じゃなくて男が好きなのとかもう決めつけられちゃう。でもさ、トランスジェンダーだからといって別に恋愛対象が必ずしも男性ってじゃない人もいるじゃん、私の場合は男性だけど、やっぱその中にはさ、いろんな人がいるわけじゃん。だそういう理解になんかこうなってほしいなっていうのはある。そうね、うん、決めつけじゃなくてね。そう、ドラッグクイーンの人とか結構出てきてて、YouTube で話してるんだけど、子供と話したりとかしてるんだけど、じゃあそういう人が必ずしも私と同じトランスジェンダーと同じかって違うじゃん。違うね。でも多分あのストレートの人からするとそういうメイクしてる人イコール女の人になりたいとかさ、確かに綺麗って言わなきゃいけないとかさ、でもそうじゃないじゃん、面白いって言われたい人もいるし、派手だね、素敵だねとかさ、もういろんな言葉をさ、こう人によって違うじゃん、なんかそういう風になってほしいなみたいなのはあるかも。キモスタヌキの話、あ、うちの話、うちで言っちゃったけど、その話もカヨの動画でした ね、 ね、したその自分のことをどうやって呼ぶのか、自分の話ですね。自分はでもね、ちっちゃい頃からやっぱ心のどこかで自分はやっぱちょっと違うってみんなもそうかもしれないけど、まあでもそう、まあ周り女の子の友達ばっかりでした。あ、そうなんだ。あ、そうだよ、もう男の子がいつも一人、小学校の時も家庭科クラブ一人だけ男の子。なんか意外。そう、結構多そうだよね、男の友達。男の子の友達もいたけど、結構自分に似てるタイプの男の子の友達が多かった。しかっていうと、男っぽいっていうよりかは、なんかちょっと柔らかい雰囲気の、柔らかかったり楽しいキャラの子が多かった。まあアニメもやっぱり男っぽいもの見るより、なんとかレンジャーとかよりもセーラムーンみたいな、あの少女漫画系の方が見てて心地が良かった。文系の友達というか、そうだね、そうで、あとはね、小学校の時にやっぱジャニーズジュニア、それ聞いてた、がキラキラすごい見えたわけ、アイドル男性の。で、なんか憧れだけど憧れだけじゃない部分があるような気がしてて、自分の中でね、それもちょっと気づいたかも。なんか多分ただ自分がこうなりたいだけじゃないなっていうのは気づいた、小学校ぐらいの時実は。でもこの気持ちってなんか変だなと思ってるし、なんか誰に話していいか、いい話かもわからないし、ずっとモヤモヤしながら多分中高って過ごしてたけど。あ、そうなんだ。そう、でも小学校の時とかはやっぱり女の子の友達多かったから、おかまって言われていじめられたりみたいな。そうなの。下で小学校行かなかったりしたし。2年くらい行かなかったっけ。あ、そうなの。そう、まあ今のイメージで勝手に決めつけるのもさ、よくないけどさ、どっちかっていうと大輝って、なんだろうな、結構男っぽい感じ、まあ、内面はもちろん、なんかこう、優しい、ね、もう友達だから分かるけどさ、パッと見た時にさ、なんか結構、なんていうのかな、まあ男前だしさ、こう、なんていうのかな、男っぽい感じもあるじゃん。なんかあんまほげたりとかもしてないしさ。でもね、そういう時期もあったよ。まあその自分の中でモヤモヤするじゃん、そのモヤモヤをしながらアイスホッケーを14年間やってた。親からはあなたに合ってないスポーツだからもうそんなに頑張ってやる必要ないんじゃないって止められることも何度もあって、向いてないんじゃないみたいな。で、確かに性格的に向いてないの絶対。さ、体張ってさ、男らしいスポーツじゃん、で、すごい上下関係のあるスポーツで、明らかに確かに性格的に考えて向いてないんだけど、自分の中でどうしてもやっぱり反抗したい気持ちというか、自分とちょっと戦いたかった、戦いたかった、なんかっていうのは当時分かんなかったから、自分のことも、もしかするとアイスホッケーをしなかったら自分はおかしくなっちゃうかもしれないっていう感覚が、あ、なんか自分のこう、なんていうのかな、その当時の葛藤というか、男の子としてこのままだったら自分男の子としてどういう人生になっちゃうんだろうっていう不安があったりとか、それに多分戦ってアイスホッケーをしてたような気がする、今思うと。そこで自分を保たないと周りに本当の変人扱いされるじゃないけど、頑張ってなんかくっついていた時代変わったかな。やっぱ周りの目って
気にしちゃうよね、うん、気にしちゃうよ。しってしまったやっぱね、いじめられたりもしたから、うん、でもね、やっぱり自分でも分かんないから女の子のことは好きだった。あ、そうなの、うん、それは恋愛対象として、恋愛対象としてもやもやしてて、例えばジャニーズもね、まあ憧れかもしれないけど、うん、それがまたただの憧れじゃなく見えてくる時もあったりしたかもしれないけど、うん、なんか自分ってどっちつかずだったのね、高校生ぐらいの時は。好きな女の子はいました。でも、うんうんうん、純粋に本当に好き、うん、なんだ、体の関係とか別に そんなのはどうでもいい。むしろ好きな女の子はそういうのを求めちゃ絶対いけない対象と思ってた、うんうんうん、で気づいたら、まあでも女の子とはまともに恋愛できないってことが気づいた。なんかきっと女の子が好きだったけど付き合ったところでうまくいかないと分かってた。あ、そこじゃないっていうか、その形じゃないっていう、きっとね、うんうんうん、家庭とかも欲しかった、いろんな願望あったけど結婚したいとか、うんうんうん、でもきっとうまくいかないって気づいて、うんうん、少しずつ恋愛対象をきっと男性に目を向けるようにもなってったと。まあ、ちょっとこう自分を知りたい自分みたいな、一歩踏み出して、今まではさ抑えてさ、こうなんかこう爆発しないようにしてたわけじゃん、アイスホッケーで。もやっぱそういう女性との関係とか、まあいろんなことを経てちょっとそっち開けてみようかみたいなのがあったのかな。開けてみたいっていうよりかはもうでも知りたかったのかね。でもやっぱね、札幌に住んでる時とか自分の学生時代は周りにそういう人が本当に少なくて、さっきの話じゃないけど自分だけだと思ってて変な人じゃないけど、なんていうの、やっぱ孤独だったの、うんうんうん、でも東京来るといっぱいいるじゃない、うん、オープンにしてる人たち、うん、そういう場所もあるし、場所もあるし、2丁目もそうだし、クラブもそうだし、うん、初めてクラブ行った時とか嬉しくて嬉しくてたまんなかった。こんなに自分が一人だと思ってたことを分かってくれる人がこんなにたくさんいるんだっていう嬉しさが東京に来てすごいあって、うん、もちろんテレビの世界ではさ見てたけど、それってテレビの世界だからと思ってたし、うん、本当にあるか分かんないしね、うん、なんか周りにいるっていう事実が全然札幌ではさ感じられなかったから、うん、東京来てからすごい変わったかな、うん、で最初に東京来たきっかけは何だったの？アイスホッケー大学でね。あ、そんなじゃあもうずっともう学生時代はもうアイスホッケー。アイスホッケーでもアイスホッケーも寮だったからやっぱりカミングアウトなんて絶対無理で、なんか変な、なんか変な気遣いされても嫌だしね、うんうん、共同生活だからね、うん、ね、一人だけ別の部屋とかさ、そうそうやられるの嫌じゃん。自分はゲイだけどそれが嫌だったら付き合わないみたいな、なんていうの、うん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 、別にかかってこないでっていうスタンスの自分で強くなれたって言ってたじゃん、自分はね、うん、自分すごいおかしくて大変良くなった。そういう人がいたら戦いたくなっちゃって、絶対なんだろうな、ゲイを好きにさせたいみたいな、そうゲイな待機を自分をみたいな、すごいそういう人に頑張ってる自分がいた昔。あ、でもちょっとわかるかも、ね、なんていうの、いや自分ゲイとか本当気持ち悪いんだよとかいう人がいたら、うんうん、その考えを絶対覆してやりたい、うん、だから最終的に言われた言葉がやっぱ嬉しかったりして、ゲイって今まで自分の周りなかったし知らなかったし気持ち悪いと思ってたけど、大気に出会ってから考え方変わった、頑張っちゃう。わかる、それちょっとわかる、うんうんうん、そうなるのね、同じ人間だからみたいな、うんうん、じゃあその女の子と恋愛したりとかして、やっぱなんかこういう形じゃないなと思ってた自分が、うん、こう東京に来たりとかして、うん、まあ男性とのそういう経験とか踏まえて、うん、その時自分でどう思ったの？やっぱこっちだと思ったの？うん、そうだね、確信に変わったみたいな、うん、うん、うん、確信、そうだね、うん、でもこれも大輝がすごいなんか本当の自分に出会ったのも、うん、お母さんとお父さんにカミングアウトしてか ら,、うん、てからもうほんと飛んだらしいよ、空に、うん、うん、自由になった、ね、空に飛んだってじゃあ、ナイキはその変わったっていうか自分が変わったと思うのっていくつだ？さっきの話ね、そうそうそう、いや、え、気づいたの？気づいたじゃない、ほん、なんか強くなんか本当の自分に出会った。ああ、それはでもカミングアウトしたから21とか21歳か、
でみんなちょっと大人になってからだね。火曜はでももうちょっと早かった。それはぜひ火曜のチャンネルでご覧になってください。新人類がどう生まれたのかご覧ください。いやでもさ、私はでもまあなんかいくつか私もまあ分岐点はあるかも。やっぱその、私はさ、まあ、14歳でホルモン始めて女性として生きてって、カミングアウト、まあ、ネットワークでカミングアウトしたのが21とかだからさ、それまでは私誰にも言わないつもりだったの。もう一般女性というか、もう生まれながらの女性ですって言って生きていこうと思ってたから、やっぱその時の心境と、まあ、今カミングアウトしてね十数年経った今の心境は全然違うから、でも、まあ、今思うのはやっぱその自分の過去も受け入れて自信を持てるようになったのはやっぱ今の自分、だからカミングアウトした後の自分だよね。そっちの方が全然好き。カヨがカミングアウトしたその時は何歳ぐらいだったの？それはね、まあ、20歳とか、ほんとちょうど20、21とかかな、その時だね。その前とかはやっぱなんか自分にやっぱ自信がなかった。そのノアの幼少期じゃないけど、なんか自分が悪い、自分が変なんだ、自分が周りに好かれない、自分がおかしいとか、自分で自分を攻撃してた。どっちかっていうと。でもやっぱ今は自分が自分の味方になるようになった。でも考えてみたら、そうなる社会だった感じもする。社会の時代、そう、時代がそんな感じだった。なんか周りもそうだったし、今の若い人たちはさ、もっと理解がある人が多いんじゃないかなとも思ったりはするけど、そう、実際どうかは分かんないけど、なんか自分たちの時は結構そういういじめとか、結構すごいある時だったから。ノアはいつなの？自分が強くなった時、タイミングというか18から変わり始めたかも。やっぱ学生生活が一回ちょっとこう区切りがついたぐらいなのかな。で高1ぐらいからどん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 変わって、高3ぐらいになってはもう、まあでもそこからまた海外行ってもっと強くなったし、で日本に来てまた強くなったし、広い世界を見ればいろんな人がいるなって知れるから、どん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 別に自分なんてもっと強く出していいやじゃないけど、って思えるかもね。そうだね。これしか見てない人たちが意地悪したりするんだよ。かわいそうだなと思うじゃないけどさ、やっぱりさ、視野が狭いんだなと思う。あとはやっぱ逆に私たちの立場からすると、そういう過去にあった辛い経験とか人と分かり合えない経験っていうのがなんかエネルギーになるよね。後からはね、なんかバネにして、やっぱさ、みんなそれぞれ、私も大気もノアもやっぱ生まれてきた環境も場所も違うし、年もちょっと違ったりするけど、やっぱりなんかみんなどこかに辛かった時期とか、こう周りとうまく波長が合わなかった時期って必ずあって、それを変えたいとか、なんか無意識にこう自分で動いて、それをエネルギーにして今の自分がいるっていうのはあるよね。だから今結構連絡来たりするじゃない、なんかそういう相談みたいな、なんか自分これで辛いですとか、だから今はそこがね、今の世界の全部だから辛いかもしれないけど、まあ、カヨが言った言葉、なんか絶対自分の味方っているし、いい人に出会えるから、だから今はちょっと辛いかもしれないけど、もうちょっと頑張ったら楽しいこと絶対起きるから、皆さん、そうだね、目の前だけを見ないで、トークを見てくださいね。頑張ってください。感動お姉さん。いや、最後はこうやらないって。冗談だけど、本当ですよ、皆さん。まあね。ちょっとなんかやっぱこういう話するとさ、なんかみんながどう思ってるかとか、私たちはこういう状況だったけど、みんなどういう状況だったのかっていうのも気になるから、なんかやっぱコメントとかたくさん見たいね。私もちょっとこの大輝とノアの方の動画のコメントも私もちょっと楽しみだな。で今日こうやってね、カヨと初コラボ、そう、初コラボをしてみたんですけど、どうでしたか皆様。きっと面白かったと思いますわ。これは自分たちの第2弾で、第1弾はカヨのチャンネルになるので、ぜひあそこでもチェックしてみてください。はい、最後の一言ください。
バイバーイ。